はい、こんにちは、こんばんは。白銀の鳩です。今回はアドバンスドクエストがなんと12月30日に来たということで、もうちゃちゃっと全部クリアしていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、1個目、8大の蛇の王いきましょう。まあ敵がキャスターということで、ちゃちゃっと多分いけるんじゃないかなと思って、まあパーティーに関しては軽く適当に決めました。はい、まあバキンさん久々に使いてえなと思ったんで、バキンさん使っていきます。以上。まあ一応蛇の宝玉、火薬、チリかなの、なんだったっけ、ドロップ増加霊装かが入手できるということで、まあそこら辺うまいことやりながらやっていこうかなと思います。やけど状態の時効果無効、やけど状態の時に効果無効、やけど時に無効、まあやけどの時に無効って言われてるけど、多分ねゴリ押せば多分倒せると思うのでご利用します。アーツとかいろいろ上げまくって、まあ念のためアーツチェインしてやっていきましょう。まあキャストリアもね宝具貯めれたらプラスなので。で今回蛇の宝玉のやつが入手新しくできるということで、まあ正直使わないっちゃ使わないんですが、うん、まああったら便利なんでね、まあそこはうまいことやっていければいいなと。まあ余裕でぶっ飛ばしますね。やけどとかは関係ない、宝具連発でぶん殴っていこう。で俺アーツ製のアップ打つの忘れてた。でこれ多分なんか効果無効、毒付与とか、HP 回復、あとは攻撃力アップかがいろいろあったりするけど、まあ、特に気にする必要っていうのはなさそうなんで、このまま殴っていきましょう。まあアーツフォーグでそのままぶん殴れば勝てます。はい、まあけどやけど全体ガンガン与えていくキャラクターって誰だったっけ、なんかいた気がするんだけど、まあ魔性特攻で全部飛ばせるのでね、うん、特に気にする必要っていうのはないのかなと思います。はい、でラスト、あー久々だ、ラミアの上位互換みたいな人、なんか久々に見たね。なんかたまーにストーリーで出てきたりとかするんだけど、まあ6万8000でクリー力アップとクリ発生率アップとかいろいろあるんですが、そんなのは知らない。はい、宝具3連発でちゃちゃっとクリアです。で次が確か新しい火薬のやつかなが入手できるはずだったので、まあそこのところもささっとやっていこうかなと思います。火力としては結構いい火力出てるね。34万、良き。まあやっぱアーツ性能ガン上げするのは強いですね。以上ということで、1つ目、蛇の宝玉はいらない。宝玉ね、本当にねボックスイベント等でねめちゃくちゃ溜まりまくってたんでね、正直いらない。ただデザインはめちゃくちゃ好き。これなんかいいよね、このデザイン、すっごい好きかもしれない。 HP 回復量が減って、宝具攻撃後に3ターンの間宝具の再使用ができなくなる。テクニカルブックを倒すと、倒したサーバントに強化効果が使われる。歩く事件爆弾が爆発してしまうと戦況を大きく変化してしまう。爆発させないように回ろう。で、アーチャー、キャスター、アサシン、まあちょっと考えるのがめんどくさくて、まあ単体宝具でぶん殴っていった方が、良さそうな気がするので、まあ素直にここはブラドさん使って殴っていきましょう。はい、まあ火薬のクエストなんでね、どんな感じなんだろう。まああのブックみたいなんが出てきたらそれを倒せばいいみたいな感じで書いてたんで、多分なんとかなると思うんだけど、はいはい、私を捕らえられるかな。アーツ、3ターンあるんだ。で歩く時限爆弾、3ターン後に敵の HP 減少、自身に即死付与、デメリット。これ爆発したらダメみたいな感じだったんかな。だったら全体宝具で良かった気がするが、まあ分かんないんでね、とりあえずガン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 殴っていくか。アーツの耐性が上がってるんだけど、まあこれはもう仕方がない、殴るしかないが、まあこうかな。とりあえずブックを先にちゃちゃっと倒してバフらせてドンでいいかな。倒しちゃダメみたいな感じで思ったけど、普通に倒して良さそうだしな。お、急性能上がる、いいね。あ、けどそうか、宝具が結局打てなくなるから、ちょっとそこクリティカル運用をどうにかしていかないといけないんだよねっていうのを忘れていた。で歩く爆弾が結構めんどくさそうなんで、そこだけちょっと気になるんですが、これ多分あれだよな、こ
これアーツ性能上げてくれるっぽいから、ここ倒したいな。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。アーツ性能上がってるから、そのまま倒して、バスターの火力が出ねー。まあ最悪キャストリアでなんとかすればいいので、なんとかできるっちゃできるんだけど、まあ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 、次宝具打てるようにアーツだけ上げておきますか。 HP 減少がちょっとめんどくさいんでね、ここだけどうにかしたいというのはある。はい、まあ最大 HP とスター獲得一応やっといて、保険で耐久と。まあ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 悪くない。アーツ性能がデフォルトで上がってるんで、あ、 HP 減少、あれ、なんか思ったより食らわなかったな。こんだけしか食らわないんだったら普通に殴ればよかったな。最大 HP が上がってるんで多分大丈夫でしょう。あー、けど3000になっちゃってるな。あ、なるほど。で、そこから普通に死ぬんだ、敵が。残ってるエネミーも灰となって消えるんだね。ギミックとしてはちょっと面白いな。まあ面白いけど、ちょっとこっちの分耐久がいろいろと辛いので。はい、いいね。アーツガンガン回していきましょう。で、体力として2000なんで、ちょっとそこだけなのと、宝具打てるようになったんで、ここ素直に宝具打ちましょう。で、NP 回収率も上げておいて、レディアバロンの宝具は勝手に溜まるからこれでいい。キャストリアついでに溜まってくんねえかな。88。まあ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 、仕方がない。さあ、ってなると、あれか、やけどで飛ばした方が楽かもしれないなって感じがちょっとしてきたんだけど。それはさすがに、あれか、甘えか。おう、最後、鬼教官だ。私を乗り越えてみせよ。私の速度でついてこい。ああ。特によくわからんことやってきたんで、とりあえず、無敵だけ貼っといて、投げていきましょう。40万か。40万だったら、宝具打ってあげないと、ちょっと火力がさすがに出にくいか。けど、アーツの耐性がダウンしてるんで、エクストラアタックとかうまいこと活かしながらやっていきたいね。あー、なるほど、変わっていくんだ。変わっていくんだったらちょっとありがたいな。もう普通に殴っていけばいいんで。ただアーツ性能が次のターン多分消えないので、ちょっとそこだけがとなるんだけど、ここでアーツ性能アップ消えちゃったよね。あー、ならばここ宝具打たずにちょっと耐えましょうか。スター獲得いろいろしつつ耐久力をちょっと上げる。まあレディアバロン、キャストリアの宝具も打っといてよかったかもな。クリティカルでワンチャン沈むことがあるんで。まあただプーリンのこのやつがね、完全自主で HP 回復してくれるんで、でかいですね。ついでに宝具も溜まってくれたらいいんだが、アーツのやつが溜まってないんで全然いかない。痛い。キューとアーツ、次のターンに多分殴れそうだね。プーリンのバフは特にもういらないから、まあ星出しでもしときますか。星出しできねえけど、まあまあまあ、クリティカルいい火力だ。おお、結構火力出るね。あれ、キューとアーツ、あれまだか。あ、じゃあこれ耐えた方がいいから、アリバーン打って耐えましょう。やけどになっちゃうのがちょっと鬱陶しいんだけど、全やけどだったはずなんで多分大丈夫。こう考えるとやっぱりキャストリア耐久するっていう意味ではめちゃくちゃ強いね。いい感じの火力出してくれる。ああ、18ターン普通に10何分ぐらいこれやってるんだけど。おい、普通の高難易度じゃねえかよ。スタングレネード、おい、スタングレネードはスタンじゃねえか。まあ悲しい。エラー技としてそのまま殴りましょう。もうせっかくなんかアーツ、おお、やったもう一回アーツしてくれた、ラッキー。はい、29万ぐらいかな。まあ29万ぐらいだったらこれで飛ばせると思うので飛ばしましょう。はい、あー、やっと終わったね。ちょっと長かったな、ちょっと時間かけすぎちゃった。全体フォーグでそのまま良かったんで、まあ次普通に全体でいくか。素晴らしい、満点だ。はい、火薬が多分もらえると思うので、火薬ありがとうございます。というかここあれだったな、ティーポット2個残してたらすげえ絆効率良かったけど、まあ12月30日なんでちょっと微妙だね。はい、霊薬のやつですね。これもいいね、火薬がなんかいっぱい
まぶしてある感じ、氷っていうのもちゃんといい。はい、ラースト、このクラスではクラス相性による変化がいろいろあるぞ。敵の HP が高いんでクラス相性を考えてやろう。敵を倒すたびに BB に強力な効果が付与されるぞ。負けた。あ、けど攻撃強化状態とかいろいろしてくるからあれだったな、息吹じゃなくてよかったなってふと思ったけど、まあええか。はい、ではぶん殴っていきましょう。どうしようかな。まあとりあえずアーツで殴っていって、もう息吹の方向をガンガン回していきたいっていうのがあるんですが、なんということでしょう、息吹の方向微妙にだな。アーツがあったらよかったんだけど、アーツがないのでここは素直に風鈴の NP 獲得量を上げて、というか NP 獲得で次のターンまた防具で打てるといいなというやつでいきましょう。まあ、ついでにクリティカルでワンチャンなんとかなりそうな気がするんで、そこもなんとかしたいんだけど、うわー、持続性特攻が普通に入っているのがパリエリのみとあれ、そういった意味ではこれよろしくないか。けど防御アップがワンチャン解除できる型だったら、息吹の宝具連発でどうにかなるんで、スタンですか。スタンってこれなんぼだ。え、5000は痛い。あー、一旦か、一旦だったら別にいいや。はいはいはい、殴りましょう。はい、殴りましょう、殴りましょう。やられる前にやる、それが一番早いってこと考えると、プーリンのあれだったな、英雄作成打たないでよかった気するな。ちょっともったいないけど、まあまあいいでしょう。これで多分2人倒して、これどっちなんだろう。あ、デフォルトでつくって感じよね。あー、はい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 、オッケー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 。これ勝手についてくれるんだったら防御状態は解除できるんで、解除すればいい。で、そのまま防具いいね。ほいほいほい、防具も溜まったんでよし。あとはあれだな、キャストリアをとりあえず防具貯めないといけないんで、キャストリアをどうにかしたいっていうのと、通常攻撃のクリティカルがした時にちょっと怖いね、この火力は。無敵撃ってちょっと耐久しますか。あー、1枚あれば飛ばせるのでこっちでいきましょう。あー、回避とかそういうの、あ、回避はもう全部消えてるか。防御強化状態解除するよ。いろいろやってくるからな。というかさすがに敵の体力がめちゃくちゃ高いんで、あー、アーツの宝具だけでもあれか、これぐらいの火力しか出ないのか。ちょっとそういった意味では火力低いね。いや、高いはずなんだけど低いねっていうのが正しいか。はいはいはい、プーリンとかいろいろやってくるけど大丈夫。キャストリアの宝具貯めてもいい、貯めとくか。ワンチャンなんか変なことされてえぐってなるよりも、ここでやっといた方がいいので、ここちょっと貯めのフェーズで、どうせアーツ性のアップとかそういうのないんでね。レリアバロンの宝具打って、宝具加速でやっていきましょう。まあスター獲得でクリティカルが狙えるんで、そのタイミングで英雄作成してうまいことできたらいいかな。まあキャストリアが一応これで 400%4 回分耐えれるんで、防具攻撃が3回連続来たとしても大丈夫なはーず。いけるかな。よし、いいね、いいクリティカルだ。で、星もある程度25個あるんでいい感じ。あー、レディアバロンそこでガンガン行ってくれるのはまあ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 悪くない。悪くないけど次のターン宝具打たれる。コマンドが悪い。素直にアーツチェーンしていきましょう。まあクリティカルが何回か来てくれたら嬉しいんだけど、さすがにないか。で、攻撃とクリ発生率アップってあれいつまで続くんだ。あー、けど永続な気がするな。そういった意味であれか、やっぱ強化解除のキャラクターを持ってくるのが一番無難だったか。まあまあまあ、弱体耐性ダウンするだけなんで大丈夫。で、速攻攻撃攻撃大丈夫だね。321なんでなんとかなってる。あ、一旦で消えるらしい。ならばもう普通に殴ってく。あー、殴ってっていいな。これ殴りますか。殴って加速して防御威力アップしてこれでいこう。で、次のターンNP チャージしてかな。さあ、これでどれぐらいいくかな。アーツ性のアップがないから10万ぐらい出てくれたら
おお、あ、いいいい、そこまで出たんだったら大丈夫で、そこまで溜まった。オッケーオッケーオッケー。さあ 100% いいね。ここからが本番です。最大 HP めっちゃ上がってて NP、 あ、そうだ、 NP 減少されるんだった、忘れてた。あ、そういった意味でもあれだった、しまったな。うーん、募集いろいろされてな、これちょっときついな。どうしようか。キャストリアの宝具を貯めるしかないんで、キャストリア貯めましょう。これキャストリアの宝具がたまらんときつい。まあ最悪伊吹童子はやられてもいい、後ろ側にね、あのオルタニキがいるんで、そこんところでいいんだけど、キャストリアが死ぬのが一番ダメ。なんか微妙なところだな、それ。微妙だな、伊吹童子に1回ぐらい攻撃いってくれや。どうしていかないんだ。まあ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 、ただここで、まあ宝具が結局打てないので、ここをこうして殴っていくしかないのよね。耐食性防御3回分、うわー、3回連続攻撃されたらちょっとやだけど、多分なんとかなるはず。さあ、弱体解除で、ここでスキル使えるようになったんで、 NP50% が入るようになった。ただそうだよね、 NP 回収率がそこまで高いわけじゃないんで、おお、もう一回やってくれ、もう一回攻撃してほしいな、もう一回。あー、そっち行ったか。まあまあまあ仕方がない、これは。はい、で NP チャージこれしといていいかな。 NP チャージスター集中意味ない。まあここはオルタニキで殴りましょう。まあ素直にこいつの攻撃だけでね、多分ね、通常攻撃だけでまあある程度削ってはくれるんで悪くはない。で耐食性防御全部残ってて、あ、いいね、伊吹童子に行ってくれる分にはいいよ。アーツ性能を上げてそのまま突破していきましょう。連続攻撃食らったらちょっと怖いかな、ただ多分食らわないはず、オルタニキに行くはず。ん、うん、連続攻撃だ。あぶねー、クリティカル威力アップとかで死ぬところだった。攻撃上げてくれる、無敵撃つ、全部没収されてる、全部取られちまってる、なんでだよ。せっかくクリティカルできるかもって思って、結構ちゃんと星獲得しといたのに。まあこれは仕方がないか。ただアーツ性能と攻撃ここ上げてるので、多分いい、あれ微妙だな、10万ぐらい、15万か。うーん、悪くはないけどって感じだな、悪くはないけどそこまでいい感じでもない。おとなしくしといてで宝具封印、ビビちゃん普通に強えな。キャストリアにね、あ、いや、これちょっと待てよ。これもう選択肢としてキャストリアもうこれ多分耐えれないんで、オルタニキで殴るしかないっていう状態になってしまった。で自己改造とかいろいろやってくるけど、そうだよね、伊吹はもうここで死んじゃうから仕方がない。あー、まあまあ、あ、そういった意味ではキャストリアの方、いや、いいいいいい、これでいい、これでいい、これで、宝具が打てないからガッツ早めに打っておいて、とりあえずちょっと星出し気持ちやっておきましょう。次のターンの星出しを可能性として、全然星出しね。だったらあれかな、オルタニキで攻撃しなければよかったな、ちょっともったいないことしたか。宝具封印いつまで続くんこれ、あと1ターンか。一旦長えな、この一旦、この一旦がめちゃくちゃ長い。ただ、もうとりあえずエクストラアタックでガンガン削っていくしかないんで、削っていきましょう。というかバスタークイックバスターで6万ぐらいこいつ削るんだよ。まあ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 、そうそう、知ってた知ってた。ただ次のターンガッツがあるんで、ガッツと回避使ってちょっと耐久していきたいな。はいはいはい、いいよいいよ。で通常攻撃2回来るけど、ここで耐えれる、オッケー、耐えてスター、はい、あ、スターは別にいい、やよけ、もうここはね、これでいけるからね。てかオルタニキってどっちだったっけ、強化解除持ってたっけ、防御強化状態解除だったっけ、防御強化状態解除だな。まあただここで攻撃防御上がってるので8万、いい火力だ。このままガッツが残ってるので、
うん、おお、直帰死ですね。危なかったです。はい、ということでとりあえず、サクッとではないんですがある程度クリアできましたね。危ねー、ガッツ打っといてよかったっていう感じ。あとオルタニキの耐久能力はやっぱり強いです。うん、報酬としてチリかな。よし、ということで、今回、新しくアドバンスロクエスト追加されたんですがちゃちゃーっとやってきました。うん、まあちょっと難易度がやっぱり上がってきてるんで、まあうまいこと調整しながらやらないとクリアできないかもしれないんで、ある程度クラス補正とかはちゃんと見てやっていきましょう。はい、以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さんご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。